はい、また夕日が丘キャンプ場に来ました。今日はね、風が強いからね、海がね逆に綺麗だよね。あの白い波がね、島をちょうどね、白いのがね縁取るような形でね、白波が立っております。素晴らしいですね。いやー、いいね。あれ、本当に太陽が上にあると、強風だよ、強風ね。え、足ね、半ぐらいでやってたからね、ちょっと思い出すね。うわ、すごい風がすごい。ビュー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 、今行く、多分ビュー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 言ってると思いますね。え、はい、もう綺麗ですね、ここはね、はい、ここにね来てね、コーヒー飲むのがね、もうそういう風になりましたいつの間にか。今日は風が強いから、チェアもね、止めてあります。ね、風が強いからチェアもね、こんなに止めとかないと飛んでいっちゃうからね。うん。もうね、もうこの水のなんていうか原生林をね、こう横から見れるのがね、素晴らしいんですよ、ここ。ね。はい。またそう。空がめちゃくちゃ綺麗。今日はもしかしたら星なんかもすごいんじゃないかな。星ね。うん、あ、どうぞ。風が倒れやすいんで気をつけてください、ね。はいはいはい。はい、ありがとうございます。再びね、夕日が丘キャンプ場へ来ました。もう私のお気に入りのキャンプ場でございます。コーヒーを飲んで、すごいんだよこの景色が。ちょっと向こう側に見てみましょうかね。すごいんだよこの景色、ほらすごいよ、ほらね、いいでしょ、こういう景色を見ながら、ね、コーヒーを飲むと。ああ、うまい。おいしい。こういう角度で撮るとあれか、後ろしか映らないのか。前も映りながらするにはどうしたらよかんべ。こうか。ちょっと待ってよ。こうか。こうだな。こうか。ね。こうすれば
こうすれば海の方も映ると、ね、はい、いや今日はね、アサギマダラ13頭ゲット、マーキングできました。13頭ですよ。こんなね、ビュンビュン風が吹いててね、しかも気温11度だよね。気温11度でこんなビュンビュン吹いてるけれど、食草があるところに行けばまだ、ね、11月のもう下旬だけど、まだね、アサギマダラはいるっていうことよ。驚きだよ、本当に。ここのね、夕日が丘のキャンプ場のスタッフの方が、あ、この前いらっしゃった蝶々の方ですねって言われてさ、漫画家の方ですよねって言われてさ、知ってますよ、見てますよって面白いね、もうやっぱり漫画描いててよかったわね。漫画家人生に乾杯、アサギマダラ人生に乾杯、温泉人生に乾杯。こんな感じなんですよ。後ろね、こうやって見たらわかるけど、あそこがね、あそこで事務所っていうかな、あそこでコーヒーもね作ってくれます。このね、このポケットオズモポケット3、このカメラね、本当にね、もう優れもんだよね。もう本当にね、びっくりするぐらい優れもんだよね。ほら、こうやってちゃんと追っかけていくからね。後ろに前景を映しながらも、うん、優れもの。このカメラ持ってれば、助手がいらないと、自分で自分を撮ってやれるというね、優れもんだわ。髪バサバサだな、真っ赤ね。今日はね、おかみさんがもうすごくね、わしらって私はご好意に甘えまして、すごいごちそうが出てきました。こんなのすごいでしょう、これね。はい、おフフフフ。今日はね、プロのカメラマンに撮影してもらっております。
目が飛び出てるのがすごいよね。ですね。で、これは魚なんて言ったっけ？おじさん。あ？おじさん。海鯉とかおじさんとか。おじさん？おじさん。おじさん？うん。おっちゃんとかおじいさんとかおじさんとかおばさんとかのおじさん。おじさんっていうの？そう。本当の名前？そう。あ、じゃない、本当じゃなくて通称。通称。通称。通称おじさん。うん、で、本当の名前なんていうの？わかんないです。わかんない。で、ちょっとね、大きさがわかるように横に、うん、成田先生の手を、手のひらを、手のひらを、あの、平たくして、こう？で、どっちでもいいけど、うん、あの、じゃあ、こうやってやって、あの、親指と小指で片方の手で、あの、大きさが分かるようにちょっとやってみて、うんうん、こうね、ほら、あ、指で これね、手で分かるね、大きさね、こうやってやって、こうやってやって、あ、こうか、そう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 、こうね、あ、これで分かるね、大きさがね、なるほど、プロは違うわ。いやいや、うん、それから、うん、もずくも、これはこれは、あ、もずくじゃないな、あれだ、特別なやつだ、あの、なんだそれと、セイをちょっと箸でつまみ上げて、で、手のひらでもいい、これ、はい、で、あの、通常岩の上にくっついてるときはこの下が外になってる、その今の部分が、あの、岩にくっついてる、あ、こっちがね、うん、ああ、これが岩についてんだね、うん、で、これが富士壺、はい、こうだね、はい、こうだね、すごいよな、富士壺の、ほら、あ、これあれだ、亀の手だ、亀の手ね、こっちは、あ、これも富士壺だね、ほらほら、なかなか、すごい、こういうすごいね、だしが、築地でも、あの、なかなか扱ってるところなくて、ないね、現地来ないと食べれないやつ、俺も初めてだもん、あ、でしょう、うん、初めてで、はい、というわけで、こんなに並んで喜んでる成田さん、喜んでる成田明がの姿がに、はい、皆さんの成田先生ですよ、はい、で、はい、いただきます、はい、じゃあ とりあえずこの刺身の方から、この前ね、この前もここに来て食べたんだけどね、これね、本当にね、新しくてね、ものすごいんだよ、これ、ほら、うん、なんて言ったらいいかね、歯触りが違うね、うん、美味しい、本当に美味しい、うん、そうだ、これも食べなきゃ、これもね、ほら、うわー、これこんなにでかい、こんなにでかいの口に頬張っていいのかなっていうぐらいでかいね、はい、あー、うん、美味しい。